京都の村上義弘選手です。さあ、準決勝戦はいかがでしたでしょうか。そうですね、後輩の山田が頑張ってくれたんですけど、相手は強かったです。三走して足の感触などはいかがですか。思ったより出てないかなという感じです。さあ、そして決勝戦ですが、どのように戦いますか。そうですね、短期で自分で頑張りたいと思います。それではファンの方に一言お願いいたします。全力出して優勝目指して頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。